いいところに活動をどんどん本当に引き出してあげれば必ず抑えられるので、本当はその一心で受けてました。僕自身、ブルペンも一度も出たことがなかったので、ベンチで海選手をちょっと話した後に、ブルペンマウンド上で、まずサインの打ち合わせをしっかりして、それから大谷選手